ちは。こんにちは。ありがとうございます。何ですかそれ。もう今日密着ですから。密着で、密着のお誘い動画を作るのに。本当ですか。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ムクラさんから40分ぐらいで聞いてます。これ嬉しいな。どうケンジ？太った？え？太った？体重減った？減った？減った。減った。筋肉減った。よろしくお願いします。すいません。どうぞリハビリ。シーナ君の声久しぶりですね。今とりあえず去年の、あ、去年のとかね、はい、今までの在庫、去年も一応持ってきたんですけど、で、選手にどんなのがいいかって4型ぐらいでイメージしていただいて、で、形どれがいいか、お客さんにお誘いプロジェクトで配るやつで、20日京都戦にこう来てくださったサポーターが誰か連れてきて、その方に無料で。マジっすか。そう、いや俺、うん、あ、これ俺と感染一緒なのがちょっとやだ。やだやだ。カープはないんすか。カープはね、ちょっと赤いこの、まあ、赤だから最悪。会場とか持っていくのはこんぐらいが、あ、こんぐらいがいい。これは男性の荷物は女性も含めて、カバンにするのもったいないですよ、服を。違うことを言ってくれます。これはいい生地じゃないんですか、これ。あさん、こいつ絶対就職させないでください、こいつだけ。これだけ言うと、僕が薄れるんで。これは。伊豆さん聞いてますよ。え伊豆でも来たら、うるさい聞いてる。伊豆木来たら、ちょっと指示出しちゃう。久しぶりです。おあれ以来あってない。水でかくなった。背伸びたけど。ちっちゃい。ケンタ君ちっちゃい。こうなったかな。あったあったよよ。久しぶり。元気お久しぶり。バッグ何なんですかこれ。もらえるらしいです。もらえるの。元気元気は大丈夫。これワクサねワクサ。これがいいです。これ。この色がいい。見るか。なるほどね。じゃこれ参考にさせてもらおう。ちゃんと立つの大事です。あ立つのがね。あそれ角入れないといけない。一番それすごい大事。立つの一番大事。なるほどなるほど。なんか OK。磁石とか埋め込んで。どうしたんすか。自然じゃない。ちょっと笑い件よくあれだね。予算ね。昨日健太の話題があったからさ。どこで俺の話題になるんすか。右サイドバックコーチ。右サイドバックコーチ。あの健太君が走れないもう。もう走れない。土日に本当に子供とサッカーやるぐらい。あとイメージトレーニングはその実況の時みんなのプレー見て、こうイメージはできます。でもなんかちょっと社会人っぽくなってるじゃん。いやどうですかね。それはまあ一応あでもまだ言うてます。一応撮ってないですか。撮ってないか。そうまだ楽しい。楽しいよ。そんな出る。え今日何企画。あそうですか。バッグ、みんな出すの。どんなバッグがいいか。そのバッグ作ってくださって。ちょっとじゃあ上がります。あ、もう先十分。大丈夫ですか。もういいよ。食べきまんの。お疲れ様でした。あ、すみません。あの11月20日にお誘いプレゼント。プロジェクトっていうのが来たお客さんと誘いに来てくれた人に無料で提供する。へえ、無料で。はい、無料で。すごいね。シンプルで。ここには絶対あった方がいいと思う。あ、逆にここあれじゃない、素材はこれってことでしょ。あ、素材は、はい、まああの何でもできるらしいです、何でも。そうなんだ。何でも、とりあえずもう選手のまず意見なんで、金茶っていうか、この金色に近いの。いやー、これよ全然これでも、どうだろう。これは、でもこっちの方が好きかな。あちょっと一回スパイクレーで、もう一回スパイクレーで。俺はなんか夏がこっち、秋はこっちってイメージです。デニムだろ、デニムだろ。こういうの好きだから、可愛い。私も可愛いね。ここ3人で同いですね。ちょっと近くない、これ。ケイマか？ケイか？ちょっと事前焼きの指導をしていただいていいですか、まず。マルクーさんにはお世話になってるけど、ケンタいやー、お世話になった、お願いしますよ。
すいません、あります、すいません。いやもう、どうですか、お部屋のまま。大丈夫。すいません、もう、ちなみに松本線は感動しました。で、どうですか、前回これやったじゃないですか、デニム系ので、今回まあ、この間まあ容量でかい、キャパでかいのやったんで、まあスタジアムに来る、ね、で、いろんな人に使うっていうと、まあシンプルにやっぱ多分、まあ、濃い方がいい。あ、濃い方がいいですか、うん、あ、じゃあそれは助かります、非常に。これ、この生地が一番使いやすいんだよ、切り替えファイルぐらい。なるんか、あ、テントないか。いや、しっかり走ってんなと思いながら見てません。和樹くんが意見出してくれるとは思えないんですけど、一応聞きたいと思います。どんなバッグですか。アジアの感出しますか。いや、出すぎると使いづらいバッグだ、はい、遅いよ。ジョグできてるか誰かと癒しながら、それだけが心配なんや。痩せたね。あ、痩せました。え、どうすか。痩せた、白くなった。あ、白くなった。でも体重2キロでした。でも太るよりはいいかなって、太る選手いるじゃないですか。そう、最初気づかなかった。なんで気づかなかったの。全然誰と思った。それはダメよ。これは分かった。俺全然気づかなかった。ちゃん、何してんの。俺だいぶ先輩やぞ。お前ケンくん、先輩やぞ。だいぶ久々じゃない。お前大丈夫か。お前いつも内心に入ってたの。めっちゃ久々っすね、マジで。元気。ムック、ムック、ちょっと車内でムック。ピュアじゃない。おいおい、楽しみ。いや、好きね。え、いや、こいつは絶対好きやん。あー、練習やりましょうよ。ちょっと、あー、サンザクくんどう、手が大丈夫。ちょっとこの3人、はい、来て来て、はい、みんな我がまたって。ちょっと、話すと長くなったから、もう、まずこっちやって。まずこっちやって。で、おい、サトキ、お前はどれぐらい。一言も言ってないな。サトキ、真ん中がいいっす。え、真ん中ってデニムのやつです。あ、これいい。大きさもこれじゃないですか。そうです。ボタンつけてほしいっす。あ、お前はボタンつけてほしい派。あ、確かに。チャックか。いや、あ、まあまあ、チャックかボタン、うん。この言葉何がいい。ランクルない災害で。富山弁士。桃太郎。桃太郎、お前らの桃太郎ポーズとかも絶対嫌だから。この言葉をね、どうしようかって。それはやっぱもうチームの中心の上条さん。上条そうだよ、今上条がチーム。テントだからね。テントリア。ロールでいいんじゃないですか。なんか昔そういう T シャツ着てるやついなかった。テントリアみたいな。俺着てたもん。楽しみしてますわ。また頑張って、怪我しないように。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。営業してるわ。チェックもう出ない、もう出ない。俺らが行ったからチェック。どこ。俺これ買わされた、あなたに。そのバッグ、そのおかげで、そのおかげで、そのおかげで入りました。そのおかげで。あ、お久しぶり。もうこれ大丈夫ですか。体の方は元気だよ。元気ですか。あ、来た来た。今日お世話になってます。来ました。お世話になってます。あ、いつもお世話になってます。一つだけです。お前、スポンサーそのやつ。終わりの人高いぞ。いつもお世話になってます。あの赤い、よく引退した選手が言われる、ムクハラシ。ムクハラシ。大丈夫です。あの、どうですか、ちょっとキーパー、あ、そう、キーパー軍団の意見を。今、これをまあ、去年やっていた。やってたよね。で、今回12月20日の京都戦、うん、一番こうビッグイベント、うん、テイツさん、相手テイツさんいるし、うん、ね、翔平もいるし、若さんもいるし、周囲だしね、若さんもいますし、でその時にこう、お誘いキャンペーンプロジェクトが来て、お客さんが誰か誘ってきたかで、無償で、うん、こうバッグを、ね、提供しよう。無償で、今なら無償で。番組じゃない。通販じゃないから。通販じゃないから。通販じゃない。今そういうのいらん。構ってますけど、そんな使われないですかって。よっさん基本カットされるから。よっさん基本カットするから。そんな尺ないんで大丈夫です。これは大きいからな、体特殊だから。俺はね、体でかいから、でかい方が好きやね。大は小を兼ねるってやつ。大は小を兼ねる。いや、使われない。使われない。カット。カット。絶対ない。絶対ないから。カメラ目線でも言ってたから。大は小を兼ねる。すぐ乗っかってる。これで使われるかもしれない。これで使われる。純喜が絡んでくれると、純喜が絡んで。ここ使ってあげてください。わかりました。逆に言ったら、ちょっと、そんぐらいのサイズのカバンって自分で買うことが多いから、あえてちっちゃいカバンで攻めるっていうのは。そう。どういうふうに攻めるかないじゃん。そうなんですよ。で、ここをもうほんまどうするか。金山選手得意だから。あ、そうね。もうやっぱ、あそこまでね。はい、そう、サ
後でもうゆっくりだ。サラリーマン的に。アイスさんは後でもうゆっくりいただくんで、ちょっと。真っ白だな。みんな最悪で。いやもう中学生から知ってるけど、初めてだよ、こんな白い。誰だ、ほとんど誰だ。中学校から教わってたの誰だよ。あ、本当ですか。ゆっくりだ。あ、ゆっくり、どうぞ。あ、スケット背中元気元気ですよ。どうすか、白いな、白いな。どうすか、大丈夫ですか。当たり前だろう。超もう前十字も全く問題ない。うん、いつだって大丈夫。あ、だよ、たまに壊ってる。え、たまに壊ってます。今日調子悪かった。いや、もう全然なんかサッカーしてた時と感じ違うよ。蹴ってないっすもん。早く走ってこいよ。走ってきゃ、出直してきます。切り替えるわ。ミヤくん、ミヤくん。そうだよ、ミヤ。おー、ちょっと2年生こんなところに。どういうこと思った。なんか痩せたんじゃない。いや、もういいっすね。ミヤくんどうだ、ここで会うと。本当だね。どうしよう、本当に嬉しいです。あの背中に、これには書いてない。試合のユニフォーム、アンドゥっていうのがあるんですよ。はいはいはい。この会社に就職したんで。あ、そうか。ミヤくんにまたここで会うと。いやいや、本当だよ。ねえ、はい、よろしくお願いします。すいません。ケンタ頑張れ。頑張ります、ありがとうございます。なんかバカが出ちゃうからさ、はい、俺も帰るから。はい、この辺で、はい、この辺でも大丈夫です。ありがとうございます。ケンタとしても、まあ、もう初めて自分の一歩目のこう事業ってことで。素晴らしい、いていただけた。やっぱ他の方々とは違うわ。あ、なるほどね。思いがある人、新たな。お前が岡山に対して何か昔した一歩目、一歩目かもしれないです、それは。わかりました。あ、でもイメージできた。それを確かに、新たな一歩では。やっぱ違う。やっぱ一番ここだから、この思いを出す。カットしてください。サッカーも一緒。そうですね。頼むよ。はい。俺の大好きなアンドゥをしっかり頼むよ。あの、純喜くんの席は多分空いてると思います。純喜くんの席は空いてると思います。俺何かお願いしに行ってほしい。マスタには NG なんですけど、純喜くんならいけると思います。バレてないんだ。いや、あの、根は真面目でしょ。ちゃんとやることは やる方だとか、そうやっておっしゃっていただいてると。なんかたまに解説してんだろ、大丈夫。上から見てるんだ。結構、あの、ファジナさん見てるんだ。でも、見てほとんど見てるんだ。やっと理解できた。いや、まだ理解できた。そこの回数は監督がやりますよ。そこの最後のせいだ、選手の。本当に。今もう実況なんで、言えることなんで。ちゃんと、ビジネスマンになると、ちゃんとそうやってこう、楽しめれるようになる。いや、なんで、もう、ちょっと、1枚だけ写真をいただいてもいいですか。はい、こっちます。いただきます。はい、チーズ。もうちょっと近くなる。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ってろ。頑張ります。もう、元気だ。もう、そうするとね、はい、この選手が。そうです。もう、おっしゃるですね。人たちと、スポーツさんのところでまたいろんなことを感じている。僕も、それは一応背負って就職しました。大丈夫だね。はい。一発目が大体失敗すると。いや、本当そうです。もう後から後輩の立場からしっかり始めてほしいですから、頑張ります。あ、お忙しいから、あの、スタジアム、はい、たまには来いよ、たまに。いや、もう、はい、全然もう、はい、そうですね。アリさんとまた、どうせね、頑張ります。でも、削られるな、たぶんアリさん。足の裏でタックル来そうだ。まあ、本当、またよろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、すごい、この匂いがすごい懐かしく感じていますし、選手のプレー見て遠く離れてしまったなとちょっと悲しい気持ちにもなってありましたね。あ、もうみんな元気そうで、あ、まあ、プレーも少し見せていただきましたけど、すごい元気そうなお顔で何よりで、まあ、怪我人もね少なくなってきたと思うので、まあ、いい感じなんだな、いい感じに来てるんだなというのを感じます。本当にぜひ勝ってほしいなと。あ、まあ、逆にでも僕も皆さんの、ね、プレーを見て僕自身もっと頑張らなきゃいけないなと逆に勇気づけられました。僕自身、ね、アンドゥという会社に就職しまして、まあ、こう岡山の地でこう生きていく上で自分にとっても第一歩、サッカー人生を離れてまた新しい一歩でもありますし、まあ、このコロナの中、まあ、お客様も、ね、こう一旦離れてしまってまたこう戻ってきてほしいなという思いも込めて、こういう新しい一歩を踏み出す意味でも自分の会社でこう新しいものづくりに対している新しい一歩も含めて、それ新しい一歩というものをね僕の中テーマで作っていきたいなと思っております。皆さんぜひ11月20日来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。明日またお会いします。ありがとうございました。失礼します。